無限上編見どころシーンまとめということで、まあ、本日はですね、鬼滅の刃無限上編の、第1話から、第10話までの見どころシーンをですね、すべて語っていきたいなというふうに思っております。で、原作がですね、140話から156話ということで、ドーマ戦、開学戦、そして赤座戦をね、すべて語っていきたいなというふうに思っております。はい、ということで皆さんね、ぜひとも原作片手にご覧ください。ということで、もう早速やっていきましょう。はい、ということで、まあ、今回のスタートなんですけども、なんと無限上編の始まりということで、無惨を全力で追い込む柱たち、そしてここで無惨を倒せるかと、思ったその時ですね、全員が無限上に落とされていってしまいますと。まあ、そんなですね、無限上編の始まりなんですが、みんながバラバラになり、未知の空間無限上に落とされていく始まりは、これまでの鬼滅史上、最も興奮する開幕となるでしょうということで、ここですね、炭治郎と無惨の掛け合いにも注目したいところなんですが、まあ、この掛け合いっていうのがマジで最高で、これで、私を追い詰めたつもりか。貴様らがこれから行くのは地獄だと。目障りな鬼狩りども、今宵皆殺しにしてやろうということで。それに対して炭治郎のセリフが、地獄に行くのはお前だ無惨。絶対に逃がさない。必ず倒す。やってみろ。できるもんなら、かまど炭治郎ということでね。いやー、そんな掛け合いっていうのが、まあ、ありまして、このスタートっていうのがね、まあ、無限上編も最高ですよね。はい、ということで、まあ、そんな感じで始まる無限上編でございます。さあ、ということで、まあ、続いての見どころシーンなんですが、それぞれ合流し合う鬼殺隊士たちということで、まずはですね、富岡義勇と炭治郎が合流いたします。まあ、こんな感じでね、まあ、無限上に落とされていくわけなので、富岡さんがですね、炭治郎を助けましてですね、まあ、この二人が合流し合うと、まあ、いうことなんですが、まあ、この二人の見どころシーンが早速ございまして、水の呼吸の合わせ技と、まあ、いうことで、水の呼吸6の型、水の呼吸3の型、ねじれ渦、流々舞と、なっておりますね。まあこの二人ね、まあ、原点回帰というか、まあ、水の呼吸の使い手ですよね。まあこの二人がね、合流し合うっていうのは、まあ、なかなか最高の展開なんじゃないでしょうかね。はい、ということで、まあ、そんな感じで早速ね、まあ、この二人が合流いたします。さあ、そしてですね、続いての班がですね、甘露寺光と、まあ、イグロオバナイ班ということで、まあ、この二人が合流するんですが、まあ、イグロさんの技なんかが見どころとなっておりまして、蛇の呼吸5の型、延々長打と、まあ、なっておりますね。いやー、かっこいいっすね。で、今回、イグロオバナイの技っていうのが、まあ、アニメで初登場シーンっていうのがここなのかなと、まあ、思いますので、いやー、なかなかのね、見どころシーンとなっておりますね。いやー、そして、甘露寺さんとイグロさんということで、甘露寺に近づくなゴミどもと、まあ、いった形でね、まあ、最高の二人、まあ、この二人も本当に最高のね、まあ、メンバーの、まあ、合流なんじゃないでしょうかね。はい、ということで、まあ、そんな感じで続いてなんですが、続いてはですね、時任無一郎と姫島行明藩と、まあ、いうことで、まあ、意外な二人ですよね。安心しろ、皆同じ思いだと、まあ、いうですね、姫島行明さんの、まあ、見どころシーンなんかがあるんですが、まあ、親方様を殺し、そして自分の大事な人まで殺した鬼仏事務さんを絶対に許さないと、必ず地獄を見せてやるというね、無一郎の言葉に対するね、まあ、切り返しのセリフと、まあ、いうことで、はい、安心しろ、皆同じ思いだ、鬼仏事務さんを絶対に許してはならないと、
まあ、いった形ですね。まあ、無限城編のスタートの、まあ、セリフとしては、もう本当に最高のね、決心のセリフというか、そしてまあこの怒りがこみ上げてくる感じっていうのが、まあ、本当にたまらないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということでまあ続いてはですね、単独犯なんですが、単独犯がですね、まずは品塚は実美ということで、まあ、皆殺しにしてやるというね、まあ、セリフなんかがございますが、親方様を守れなかった悲しみをね、まあ、怒りに変えているということで、いやーかっこいいですね。まあどの辺に降りたんでしょうかね、まあ、合流することができておりません。さあ、そして続いてがですね、橋平伊之助ということで、伊之助はですね、無限城の方をちょっとつ盲信しております。で、まあ相変わらずで安心するんですが、まあ少し心配ですよね。まあ、無限城ちょっとつ盲信ですかと。まあこのね、未知の空間でありますため、ちょっとまあ心配なんですが、まあね、伊之助は誰と合流するんでしょうかね。まあ現在は一人でいますね。はい。で、続いてがですね、なんと品塚は玄弥ということで、まあ、玄弥はですね、まあ、無限城に落ちたことに、まあ、少しね、困惑しておりますね。なんだここは、鬼の根城かと、まあ、いった形で、まあ、困惑しているので、まあ、大丈夫かなっていうね、ちょっと心配になりますね。はい。で、続いて単独犯が、まあ、吾妻善逸と、まあ、いうことで、まあ、善逸がですね、普段だったら怖がっているね、まあ、感じだと思うんですが、まあ、今回はですね、なんと、まっすぐ、あいつに向かっていますよ、ということで、覚悟が違うんですよね。はい。一体誰に向かって進んでいるんでしょうか、と。まあ、いった形でね、許さない。あいつを絶対に許さない、と。まあ、いう感じでね、まあ、普段とは違う。善逸と、まあ、なっておりますね。さあ、そしてね、まあ、単独犯、胡蝶忍ということで、いやー、こちらがですね、かなりね、やばいんですが、まあ、なんと、早くも上限の鬼と遭遇ということで、上限の鬼の道馬と、遭遇いたします。いやー、もうね、早くも戦闘が、まあ、始まってしまうということで、続いての見どころなんですが、上限の2のドーマ VS、胡蝶忍となっております。はい、ということで今回ですね、ドーマが、なんと人間と戦うのは初めてということで、どういった戦い方をするのか、そしてどういう鬼なのか、未知数ですよね。はじめまして。俺の名前はドーマ。いい夜だね、ということで。いやー、かなりですね、やばい鬼臭がしているんですよね。で、今回上限の2ということで、胡蝶忍一人で叶う存在なのか。まあ、かなりそれがやばいですよね。はい。で、そして今回まだまだ見どころが満載なんですが、なんと胡蝶忍の姉ですね。胡蝶かなえを殺した鬼はですね、なんと目の前にいる、このドーマとなっておりまして、つまりは仇なんですよね。辛いも何もあるものか。私の姉を殺したのはお前だな。この羽織に見覚えはないかと、まあ、いった形で、まあ、かなりやばい展開が余っていたんですよ。まあ、そこには、仇であるドーマがいたということで。いや、今回設定が、マジで最高ですよね。さあ、そしてそんな感じで戦闘シーンがですね、開幕するわけなんですが、今回まず最初の技、虫の呼吸、放火の舞、学び機となっております。まあね、正面からドーマの目ん玉を、まあ、毒のね、刃物で刺していくと
ということで、まあそんな戦い方なんですが、まあ相手もですね、なんと切り返して参りまして、ドーマの技である、血鬼術、ハス氷なんかが、もういきなりね、見られますね。いやーこれがですね、今回やばいんですが、なんとですね、ドーマという鬼はですね、氷を使ってくる鬼で、まあ今回戦う場所がですね、ミスが張られた、まあ相手にとって有利なね、場所なんですよね。まあなので今回相手が強い上に場所っていうのもかなり有利な感じでね、ちょっと厄介な鬼だなっていう感じなんですけども、まあ今回もっとやばい展開っていうのが、まあ、見られまして、まあそもそも毒なんですよね。胡蝶忍の、まあ、毒、まあ今回ね毒で戦っていくんですが、今回ドーマという鬼、毒は効いたんですが、すぐさま分解するということで、あれ毒分解できちゃったみたいだな。ごめんね。ということで、やばいですよね。いや、これが、胡蝶忍の戦い方を根本から否定する鬼ということで、いやー、かなりやばい展開。続いていくんですよ。いやー、てか、ドーマという鬼、めちゃくちゃ強いです。はい、ということで、まあ、そんな感じで、まあ、続いての見どころなんですが、まあ、続いてはですね、ドーマの過去ですね、今回ここで明かされていくんですが、ドーマの性格、そして人間自体が明かされていきます。宗教的な思想の持ち主なので、そこに注目と。で、どうして人間を殺しているのかが、まあ明らかになりまして、信念っていうのがね、まあ、また変わったキャラクターですので、まあそんな魅力なんかが明かされてまいりますね。はい。あ、はい、ということで、ここでですね、なんとドーマの能力なんかも、まあ明かされていくんですが、あ、敗北が壊死してるからね、辛いよね、と。ということで、今回ですね、ドーマという鬼は、ただ単に氷で攻撃してくるだけではなくて、空気中に氷のね、霧を分散させて、それをね、吸わせることで、なんと呼吸を封じてくるね、最悪な鬼なんですよ。まあ、鬼殺隊にとっては、呼吸はね、大事ということで、まあ、ドーマはね、かなり厄介な、まあ、鬼なんですよ。はい。いやー、そんな展開が、まあ、続いていくということで、まあ、かなり初見殺しな、鬼なんですよね。さあ、そしてここで、なんと戦闘が加速していきますよ、ということで、虫の呼吸、精霊の舞、複眼六角と、なっておりますね。いやー、今回華麗な胡蝶忍さんの激しい戦闘というところで、まあこれがかなり見どころとなっておりますね。まあなかなかない珍しい技ですよね。華麗な忍さんの、まあ、なかなかない技と、まあ、いうことで、まあ、かなり見どころ満載ですよね。さあ、そしてそんなね、胡蝶忍の技に対しての、まあ、またドーマの切り返しということで、こんな感じなんですが、まあ、なんとですね、今回、いやーちょっと強すぎるんじゃないのと、いうことで、まあ、胡蝶忍一人では、ドーマを倒すことができないのではないかと、まあ、いった展開がですね、続いていきます。まあ、かなり苦しい展開っていうのが、まあ、続いていくんですが、いやーかなりやばいですよね。いやー助けてください。しかしですね、なんと、まあ、今回助けには、誰も来ませんということで、立ち上がれ胡蝶忍ということで、まあ、幻影ですね。なんと胡蝶かなえが、現れまして、しっかりしなさい。泣くことは許しませんよと、立ち上がりなさいということで、これはですね、いや、胡蝶さんも主人公じゃないですかと、まあ、言った形で、まあ、今回めったにない、まあ、こういった、感動の、なんかね、盛り上がる、
まあ、パートなんですよね。まあ、これがですね、まあ、かなりの見どころと、まあ、なっております。いやー、ここのパートっていうのがね、まあ、本当に私原作で読んでいて最高なんですが、まあ、そんな感じで立ち上がった胡蝶忍はですね、再び本気を出していきましてですね、なんと胡蝶忍の本当の全力、虫の呼吸五行の舞、百足蛇腹と、なっております。いや、これがですね、もうアニメでめちゃくちゃ見たいんですけども、まあもう本当に全力で、もうめちゃくちゃ早い、戦いっていうのが、まあこのシーンには含まれておりまして、こんな感じでなんとですね、天井に銅馬を刺していく、そんな展開が今回描かれて、行くんですよね。まあさあということで、まあそんな感じでドーマを倒すことができたのかと、まあ、いうことなんですが、なんとですね、続いての見どころ、毒が分解されて吸収される胡蝶忍となっておりますね。はい、意味がわかりませんと、こんな序盤で柱が一人持ってかれていってしまうんですよね。はい、マジで意味がわかりませんと、人の心はないんかということで、なんでこんな序盤で、一人が死ななければならないのかということで、地獄に落ちろという風になっております。はい、かなりショックなんですが、なんとですね、ここにて、胡蝶忍の戦いは終了でございます。はい、意味がわかりません。さあそしてそんな元に、つゆりかなおが現れまして、吸収されるところを見て、なんと助けようとですね、こんな感じで花の呼吸死の方紅花衣を打つわけなんですが、なんと間に合わなくてですね、はい、胡蝶忍はここにて終了となっております。本当に辛い展開が描かれていく、それが無限上編なんですよね。はい、ということで、まあ、長い夜になるよと、まあ、言った形で、胡蝶忍の戦いが終了して、まあ、ここからですね、ドーマ VS つゆりかなおというところで、まあ、ドーマ戦はですね、後半に持ち越しとなっておりますね。さあということで続いてなんですが、なんと続いてはですね、またまたえぐい展開ということで、吾妻善逸 VS 上限の6の改革が開戦いたします。はい、ということでかなりやばい展開続いていくんですが、改革とはですね、今回初登場の上限の6となっておりまして、なんと人間時代は善逸の兄弟子なんですよね。はい、で善逸と同じくじいちゃんの教え子ということで、人間時代は改革ひたむきに努力していたため、善逸はそんな改革のことを尊敬していたんですが、なんと今回闇落ちしてしまい、鬼になってしまうということで、普通に最低な鬼なんですよね。さあそして今回ですね、なんと衝撃展開があるんですが、なんとじいちゃんですね、自身の教え子から鬼を出したことで責任を取り、自害してしまうんですよね。はい、なんとですね、善逸は心底悲しんでいるでしょうねと、まあそして心底怒っているでしょうねと、まああんなに大事にしてくれた師匠であるじいちゃんを殺したのはこの男、まあ、改革なんですよね。で、そして改革も、まあ、なんと師匠であったと、まあ、いうことで、自らの師匠をですね、殺し、そして裏切った鬼、それが改革ということで、かなりやばい展開が描かれてまいります。さあ、ということで、ここで戦闘が開始いたしましてですね、
かなりの見どころが満載ということなんですが、まずはですね、雷の呼吸、死の肩、遠雷という技が見どころとなっておりまして、海学の技ですね。いや、今回海学の技が、まあ、雷の呼吸の使い手ということで、まあね、うん、めちゃくちゃかっこいいんですよね。まあ、これがですね、今回国戦ということで、いや、めちゃくちゃかっこいいですよね。はい。で、そして続いての技なんですが、雷の呼吸、二の肩、稲玉となっておりますね。いや、これもまたね、うん、めちゃくちゃかっこいい技で、まあ、アニメで見てみなきゃね、どんな感じのね、まあ、戦いになるのかね、まあ、正直わかりづらい展開でしたね。原作だとね、まあ、背景がなくてね、まあ、あんまりわかりづらいですね。はい、ということで続いてなんですが、雷の呼吸3の方、秋分聖雷ということで、この狭い空間の中で、この激しい戦闘、まあ、めちゃくちゃ見どころがありますよね。海学の技もね、本当にかっこいいですよね。さあ、そして続いてなんですが、雷の呼吸5の方、熱海雷と、なっておりますね。まあ、これもまたですね、かっこいい技で、まあ、どんな感じのエフェクトになるのか、それが注目ですよね。で、そしてですね、一番かっこいい海学の技なんですが、雷の呼吸6の方、電号雷号となっておりますね。いや、これがですね、まあ、アニメーション含めですね、めちゃくちゃかっこいい技ですよね。で、食らった斬撃は体の中で日々割れ続けるということで、まあ、今回海学という鬼のね、技がま、なかなか強いんですよね。まあ、そんな感じで、まあ、かなりね、強い鬼と、ま、なっておりますね。さあ、そしてですね、まあ、ここで続いての見どころなんですが、善逸の走馬灯に入って参りましてですね、善逸、そして海学じいちゃんの過去編が描かれていきますね。善逸と海学の人間だった頃の関係性、そして善逸が海学を慕っていた過去、海学に対する思いなんかがこのシーンでは描かれていくんですが、なんと善逸はね、海学のことを心の底から尊敬していたと、まあ、いうことで、まあ、なかなか悲しい展開が描かれていっちゃうんですよね。いやー、善逸が、まあ、慕っていたそんな人間が、鬼になってしまい、そしてね、じいちゃんのことを殺してしまうということで最悪な展開なんですが、そんな、まあ、海学に対して、善逸は決心いたしまして、ついにですね、善逸の技、雷の呼吸、七の方、炎イカ土の神というね、技が放たれます。いやー、今回ですね、ついに来ましたか。まあ、私が一番見たかった技なんですが、七の方ということで、まあ、善逸にとっての、まあ、オリジナルの方なんですよね。いや、これがですね、今回、いやー、アニメーションでどんな感じになるのか、まあ多分なんですけど、まあめちゃくちゃ気合の入ったアニメーションになるんじゃないでしょうかね。まあね、善逸はね、公式さんから好かれていますからね、と。いやー、これがね、本当に見たいアニメですよね。いやー、めちゃくちゃかっこいいっす。まあはい、ということで、まあそんな感じでついにですね、海学を倒した、まあ、善逸なんですが、まあここでですね、なんと、とある人物が登場ということで、なんと、ユシロウがですね、登場するんですよね。はい。で、今回、ユシロウが、まあ、海学に対して、煽りの一言を決めてですね、善逸を助けると、まあ、いうことなんですが、まあ、今回、鬼殺隊に潜入していた、ユシロウですね、無限上編では人間側として、なんとですね、戦うということで、まあ、かなり今後の展開に、期待の、まあ、なんとユシロウの登場なんですよね。まあ、玉代さんがね、
なんと無惨の細胞の中に現在いるということで、まあそんな感じで湯城もですね、戦いに参戦してまいります。まあかなり注目の展開なんじゃないでしょうかね。まあはい、ということで、まあ続いての見どころシーンなんですが、まあ続いてはですね、なんとおねずこがいよいよ人間に戻るのかということで、玉代さんがですね、人間に戻る薬を完成させました。で、それをねずこに飲ませて、苦しんでいる様子っていうのが、まあ、今回描かれております。はーい。で、なんとね、そんなねずこを看病するのはあのね、うろこ滝さんということなんですが、まあ、人間に戻ればですね、無惨の計画はチャラになりまして、太陽を克服させないためにも、まあ、一刻も早く人間に戻りたいところですし、人間に戻ったらそれはそれでね、まあ、激アツ展開っていうのが、まあ、待っていますよね。まあはい、ということで、まあ、そんな感じでねずこがいよいよ人間に戻るのかというね、そんな見どころシーンがあります。さあ、いよいよですね、やってまいりました。続いての見どころシーンなんですけども、こちらということで、赤座 vs 炭治郎、そして富岡義勇となっております。まあいきなりですね、なんとこのように赤座が登場いたしまして、まあ戦いが始まっていくと、まあ、いうことなんですが、あ、よく生きていたものだ、お前のような弱者が、ということで最高の展開ですよね。はい。主人公の前に現れたのは赤座ということで、本当に最高でございます。さあ、そしてもうね、いきなり技が放たれていくわけなんですが、あ、まずはですね、日の神神楽火射ということで、いやーもうね、戦うことができていますからね、あの赤座相手に、主人公は体が動いているんですよね。いや、これがもうね、今回ね、成長が、まあ、感じられるわけなんですが、まあ、続いての技がですね、日の神神楽幻日光ということで、相手に幻を見せて、攻撃を避けているんですよね。はい。で、さらにですね、なんと、まあ、赤座に傷をつける炭治郎ということで、まあ、今回確実に成長している、そんな様子が、まあ、描かれていきましてですね、まあ、かなりの見どころと、まあ、なっておりますよね。まあ、これに関しましては、まあ、富岡義勇さんもね、まあ、びっくりしておりますね。いやー、かなりね、成長っていうのを感じられて、まあ、最高のパートですね。まあ、はい、ということで、まあ、そんな感じで本格的に戦闘が開幕していくわけなんですが、まあ、術式展開ということで、いやー、これがね、背景も相まって、まあ、無限城のこのね、空間で戦う様子が本当に最高ですよね。はい。で、そんな感じでね、まあ、富岡さんも参戦していくわけなんですが、あ、水の呼吸3の方、竜舞ということで、いやー、今回ね、富岡さんの技の連動がすごいですよね。まあ、やっぱり炭治郎と比べても、まあ、柱なだけあってね、いや、めちゃくちゃ技がかっこいいですし、まあ、エフェクトのボリューム差みたいなものがね、まあ、違いますよね。はい。で、そんな感じで相手も切り返していきましてですね、赤座の技なんですが、破壊殺乱式ということで、いや、これもまた狭い空間の中でこの激しい戦闘、本当にね、興奮しますよね。で、そんな技に対して、避けるですね、水の呼吸11の方、なぎなんですが、まあ、富岡義勇さんのなぎはですね、この赤座の技をもですね、防ぐことができますということで、いやー、しかもめちゃくちゃかっこいいですよね。まあ、もうほぼ無敵のね、技なんですよね。さあ、こんな感じで、いや、めちゃくちゃ戦闘がね、激しくて本当に最高なんですが、まあ、まだまだ炭治郎も戦っていきましてですね、日の神神楽、まあ、烈日光鏡と、
なっておりますね。で、こちらの技はですね、おそらくですね、この無限城編で初めて登場する技となっておりまして、まあ、今回ね、日の神神楽もどんどんね、新しい技が出ていくので、まあ、本当に最高ですよね。はい。で、そして富岡義勇さんもどんどん戦っていきますよということで、水の呼吸2の型水車となっております。まあまたね、炭治郎とは全然違う水車っていう感じがね、まあしますよね。本当に富岡さんは柱なだけあってね、まあ一つ本当に炭治郎のこれまで見てきた水の呼吸とはまた違う、本当の水の呼吸をね、まあ、見せてくれますよということで、まあ本当はもっとね、こんなに強いね、技なんですよっていうことが、まあ明らかになっていきますよね。さあ、そしてどんどん興奮する展開が描かれていくんですが、あ、なんと赤座の技、破壊殺客式カムロ先割りと、まあ、なっておりまして、まあこれがですね、かっこいいですね。赤座はですね、腕だけじゃなくて、足も使ってね、攻撃していきまして、まあね、これがもう拳と足、自身の体のみで、まあ、戦っていく。まあそんな様子がマジでかっこいいですよね。はい、ということで、まあ威力も半端ないということなんですが、まあさらにですね、破壊殺客式流星軍港ともなっておりますね。いや、これがですね、またまたかっこいいと、まあ、いうことなんですが、まあ、この技によって、なんと富岡さんはですね、遠くに飛ばされてしまいですね、ここからですね、炭治郎 VS 赤座の 1V1 っていうのが開かれてまいります。さあ、そしてどんどん激戦が、まあ、増していくと、まあ、いうことなんですが、まあ、ここではですね、なんと日の神神楽、破壊殺、鬼神八重神、尺骨炎陽となっておりまして、いや、お互いの技っていうのが、まあ、ぶつかり合っていくんですよね。いや、これがまたね、いや、アニメで見たすぎる。本当にこれは、もう劇場版レベルの、まあ、クオリティですよね。もう原作からめちゃめちゃえぐい展開が、まあ、続いていくわけなんですよ。もう本当にね、戦闘シーンがマジでえぐいですね。まあ特に赤座戦がね、本当に戦闘シーンが激しいなと、まあ、いう風に感じるんですが、まあ、見どころは、あ、なんと戦闘シーンだけではなくてですね、会話パートにも含まれておりまして、なんとこんな感じで煉獄さんに対する侮辱に切れると、まあ、いうシーンがありますね。なんだと？お前はもう黙れ。煉獄さんのことを喋るなと、お言うね。まあ、最高のシーンなんかが、まあ、よく見るね、このシーンね。まあ、こんなですね、ちょっと一風変わったね、まあ、会話パートっていうのも、まあ、今回描かれてまいります。まあ、はい、ということで、まあ、続いてはですね、またまた戦闘シーンが開幕いたしましてですね、赤座の技なんですが、破壊殺彩色、万葉千柳ということで、いや、これがまたですね、かっこよすぎる技ですよね。いやー、これちょっとやばいっしょ。赤座の本気はマジでやばいんですよね。はい。で、さらにどんどん畳みかけていく赤座ということで、破壊殺客式、比喩先生林となっておりますね。いや、これもまたまたやばすぎる。本当に赤座相手には炭治郎だけではね、叶わない、そんなね、展開がね、どんどん描かれていくんですよね。いや、これがマジでね、本当に最高っすわ。さあ、そしてここではですね、なんと炭治郎も切り返していきますよということで、日の神神楽、比林影郎となっております。まあ、こちらもですね、今回日の神神楽で初めて見る技なんですが、
いやーなんかね、技の連動もね、炭治郎極まってる気がするんですよね。炎のエフェクトが、より昔よりも、増しているような、そんなね、展開っていうのが描かれている気がしますよね。はい。で、そしてですね、ここで再びですね、富岡義勇さんが、戻って参りましてですね、参戦していくわけなんですが、なんとここで、富岡義勇の額に、というか顔に、あざが発現いたしまして、これはやばいね。全力を出していく、富岡義勇が、描かれてまいります。いや、これはですね、めちゃくちゃかっこいいですね。富岡さんのあざはね、また変わったあざで、他のね、柱とはまた違うような、文様ですよね。はい、ということで、そんな感じで富岡義勇の本気なんですが、水の呼吸死の型移しようとなっておりますね。いや、マジで富岡さんの戦闘シーンっていうか、ここのさ、赤座 VS 富岡義勇の戦闘シーン、マジで早く見たいですよね。これちょっと本当に原作からめちゃくちゃ興奮するような戦闘シーンが描かれているので、もうこれだけではなくてね、本当にね、戦闘シーンかっこいいんですよね。はい、ということで本当に原作皆さん読んでくださいね。さあ、そして続いての見どころなんですが、なんとですね、かまど炭治郎の父親が教えてくれたことということで、回想パートに入りまして、赤座を倒すにはどうしたら良いのか、考えていく炭治郎なんですが、赤座はですね、攻撃の前からすでに動きを読んでいまして、読まれずに倒す方法はないのかと、考えていると、ふと思い出すのは、この父親がですね、巨大な熊を倒したあの出来事ということで、病弱だった父親がですね、強大な力を出せたのは、動きに一切の余分がない、透き通る世界、思考の領域に入ることができたからということで、ここのシーンっていうのがめちゃくちゃかっこいいんですが、そんな回想によって、炭治郎がですね、いろいろと、こう学んでいくということなんですよね。透き通る世界、思考の領域に入るには、どうしたら良いのか、考えていくわけですね。さあ、そしていよいよですね、炭治郎が、なんと覚醒いたしまして、透き通る世界、赤座を倒すにはこの陶器を蹴取られない世界、つまり気配を消さなければならない、そんな世界に入りまして、こんな感じでね、なんかめちゃくちゃかっこいい技を放っていくわけなんですよね。いや、これがまたね、かっこよくてですね、透き通る世界っていうのも、本当に最高なんですが、このね、本当に煉獄さんが入れなかった、ギリギリの本当に先にあった世界、それが透き通る世界でね、相手の動きっていうのを、一つ先に読むことができるね、そんな世界なんですよね。はい、ということで、そんな、覚醒した炭治郎はですね、戦っていくわけなんですが、赤座はですね、そんな、恐ろしいことに気づきまして、本気を出していきますよということで、再び術式展開、修式、青銀乱銀光という、技を放ってまいります。いや、これがまたね、えぐいな。めちゃくちゃかっこいいっすね。こんなのテレビアニメで、できるわけがないんで、おそらく劇場版になると思うんですが、やばいっすね、本当にね。さあ、そしてですね、いよいよ運命の時が近づいているんですが、なんと炭治郎がですね、赤座に向けて、今からお前の首を切ると、
まあ、言う宣言をいたします。なんと背後の炭治郎に気づいていない赤座に対して宣戦布告するということで、不意をつくことができたのにもかかわらず、わざわざ自分の場所を教えて炭治郎がですね宣言いたしますよということで、まあ、今回でもね、その気配に気取られていなかった。まあ、その事実がですね、今回やばくて、まあ、赤座をね、本当に倒すことができるんじゃないかなと、まあ、いうね、そんな展開があるんですよね。まあ、これがね、本当に興奮するそんな展開ですね。はい、ということで、まあ、そんな感じで、いよいよ運命の時は訪れるんですが、なんと、日の神神楽、斜陽転身によって、はい、ついに、赤座の首を切るというね、シーンが描かれます。さあ、ということで、なんと炭治郎は完全に思考の領域に入れているため、相手の攻撃を読んで、しかも自分の攻撃を蹴取られることなく、赤座の首をね、ついに、切りますと。ということで、本当に最高ですね。いや、ついに炭治郎、やりましたかと。まあ、いった形でめちゃくちゃ最高でございます。さあ、そんな感じで、ついに赤座を倒せたかと、まあ、思ったんですが、まあ、まだまだ粘り強い鬼ですね。なんと首を切ったはずだが、体の崩壊が始まらず、さらに術式展開して、まだまだ戦うことができている、やばい鬼なんですよね。ダキや牛太郎のように、まだまだギミックが隠されているのか、はたまた分身で、本体ではないのかと、まあ、言った形なんですが、まあ、本体なんですよね。本当にやばい鬼なんですよ。赤座が、なんと目覚めてしまっている鬼ではない何かに目覚めていってしまっているということで、本当にやばい展開っていうのが描かれてまいります。さあ、そして続いての見どころシーンなんですが、続いてはですね、赤座の過去編に入ってまいりましてですね、ここではですね、赤座の貧乏である人間生活、そして自分を見失っていた時に出会った大切な人などが描かれていきます。なので、まあ、赤座が鬼になる経緯なんかがね、めちゃくちゃ細かく、まあ、描かれていくわけなんですが、まあ、今回ね、かなり赤座の過去編っていうのが、もう本当に魅力的なキャラクターなので、いや、めっちゃ丁寧に描かれていくんですよね。さあ、そしてここではですね、重要人物であります、慶蔵さん、そして小雪さんなんかが、登場ということで、声優さんなんかにも、まあ、かなり注目でございます。はい、赤座の過去編はですね、私単体で、動画にしているんですが、まあ、かなり人気のある、過去編となっておりますんで、まあ、かなり注目となっております。いやー、めちゃくちゃ最高で本当に感動できる、いい過去編なんですよね。さあ、そして続いてのね、見どころなんですが、まあ、続いてはですね、過去を見た赤座の最後ということで、過去を見た赤座はですね、自分の後悔に気づき、鬼になったこと、そしてどうして強くなりたかったのかを思い出して、究極、一番嫌いだった自分自身っていうのを破壊してですね、なんと笑顔でこの世を去っていきましたということで、いやー、めちゃくちゃね、いや、このシーンっていうのがなんか憎めなくて、本当にね、まあ、最高のラストなんですよね。いやー、なんかスッキリするというか、わー、なんかめっちゃいいなってなるね。まあ、そんなシーンなんで、マジで映画館でね、見たいですよね。で、赤座っていうのは、まあ、極悪非道で悪い鬼だったんだけど、まあ、なぜか感情移入してしまうし、赤座にも信念はあったのだと。まあ、だからこそこの鬼は憎めないということで、むしろね、
好きな鬼なんですよね。まあ赤座戦はですね、これにて幕を閉じてですね、次なる大きな宿敵、上弦の二の道馬戦へと、まあ、戦いが続いていくわけです。はい、ということで、まあ、今回ね、無限上編パート1のね、見どころシーンはこんな感じなんですけども、まあ、いかがだったでしょうか。いや、ぜひですね、原作を再び読んで、この動画をご覧ください。いや、マジで無限上編はね、もう本当に映画ですね。さあ、ということで皆さん、高評価、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いします。では、皆さん次回、ドーマ最終決戦編、そして国士防戦で、お会いしましょうということで、バーイ。